めゲームプラン。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは戦術ニセクロスアダブルアイソレーション。アプデ後も懲りずにアンチェロッティ式オンに使っていきます。今週もこちらのチームをベースチームに設定して使用可能です。 0CF というのがかなり印象的なこちらのアンチェロッティ式オンにウィングが主役の一人となります。今回はダブルクローザー、自陣に引き込んだ状態では中央に、そしてそこから大外に張るというこのフォーメ独特のウィングクローザーの動き、ニセクローザー、相手のマンマークを外すようなその動きにも注目しながら、両サイド限界まで幅を取って後ろから駆け上がってくる2列目部隊、プレーメーカーズ、そしてインナーラップサイドバック、この3段構えの重厚な構造で相手のニアゾーンを徹底攻略していきます。今回の陣線はこちら。それぞれのプレースタイルはこんな感じです。控えにはこちらの豪華メンバーが集結しております。イースト開幕以来深刻なクロサー不足が継続しており、ウィングに本適性があるクロサーは特に希少です。そんな中でも今回はこちらの優秀なクロサーを発掘してみました。ロバート・スノドグラス、一見能力値的にはメジャーな選手たちとはかなり見劣りはするものの、注目は豊富なスキル構成、大外に張ってニアゾーン攻略の起点となる今回のプランにおけるウィングの選手に与える役割を果たすには十分すぎるスペックとなっております。逆サイドのコスキッチ、さらには控えのヘススナバスも足元重視の育成で大外に張る技巧派ミッドフィルダーというイメージでやってみました。他のプレースタイルで言いますと、ウィングストライカーやチャンスメーカーもサイドに張る動きをしてくれますが、やはりこの動きに関してはクロサーは別格です。このブラン独自のニセクロサーとして相手ディフェンスを撹乱しながらサイドに張り、ハーフスペース中央エリアへ駆け上がってくる後方の選手たちのプレーをサポートします。このようにクロサーを起点としてサイドから相手ニアゾーンをついて中央へ折り返してフィニッシュ、ひたすらこの攻撃パターンを楽しみます。オーバーロードとアイソレーション、このプランでは両サイドでその状態を作り出せます。ウィングはワイドにというヨハン・クライフの教えに従い、中央を攻略するためにピッチを最大限ワイドに使いましょう。コスティッチはどちらかといえばドリブラータイプのクロサー、右サイドオーバーロードに伴うコスティッチアイソレーション、この男のドリブル突破からの中央へ折り返しパターンがかなり強力です。スパサブ的に使用したヘススナバスも今回ドリブル特化に育成し直しました。スキルが乏しいのが寂しいところではありますが、クロサーの全体数が少ない状況ではかなり優秀な選手だと思います。そしてこの肉厚なニアゾーン攻略システムに漏れなくついてくる押し込んだ時のアタッキングサードの選手密度、カウンタープレスに集中しましょう。戦術ニセクロサーダブルアイソレーション、 0CF でおなじみのアンチェロッティ式オン2-2-2ダブルクロサーを配置してピッチを限界までワイドに使って後方からの駆け上がってくる3段構えのニアゾーン攻略システムを楽しみましょう。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。